イギリスとアメリカの次の戦争の舞台、カナダのジェンズレッド計画は20世紀初頭にアメリカ合衆国が定めたイギリスとの戦争に備えた作戦計画。イギリスを赤、アメリカを青と色分けし、一万一米英間に戦争が起こった場合の作戦について軍部に研究させていた。この計画が1974年に機密解除された時には、 米英感染争の主戦場と想定されていたカナダにおいて複雑な反応を引き起こした。この計画はアメリカと利害が反する恐れのある国家すべてに対して軍部に検討させた作戦計画の一つで他にも日本、ドイツ、フランス、イタリア、メキシコ、フィリピン反乱、アメリカ合衆国内戦などの仮想的国や潜在的脅威に対する計画も立てられていた。 もし特定国に絞った戦争計画を立てていた場合は、軍事色が強すぎて、アメリカ国内の反発が起こるだろうことが予想されたため、レッド計画も含め、これらの計画の多くは、シミュレーションの意気を出ないものだった。アメリカ陸軍は、レッド計画を1920年代半ばから、作成し1930年に原案を完成させたが、 数軸国の脅威が高まる1939年、大西洋、太平洋を越えて戦うための5つの計画からなるレインボープランが作成されたことで、色別計画はすべて撤回され、レッド計画も日の目を見ないまま終わった。対数軸国計画に流用されたオレンジ計画などに比べ、対英計画であるレッド計画の重要性は、 第一次大戦後の米英関係の進化によって薄れていたが、レッド計画は1930年代においてもたびたび改定されていた。第二次大戦中もイギリスが数軸国に降伏した際に備え、カナダをはじめとしたイギリス植民地、イギリス連邦諸国の軍隊を制圧する作戦が水面下で検討されていた。レッド計画では、 アメリカとイギリスとの戦争は主に国際貿易、商業をめぐる派遣争いに橋を発し、イギリスはライバル国家アメリカの経済を破壊するために侵略を行うと想定された。具体的には北米大陸が戦場となり、特にイギリス連邦に加盟しているカナダとの国境での衝突が仮定された。アメリカ軍はイギリスが対米戦争を仕掛けるにあたって、 カナダを理想的な拠点とみなすだろうと考えたため、カナダ国境の防衛、及びカナダへの逆進攻が計画されている。この計画でイギリスは赤、カナダはクリムゾンと呼ばれたほか、インドはルビー、オーストラリアはスカーレット、ニュージーランドはガーネットと呼ばれた。1935年にはアメリカ軍はこの計画に基づき、米下国境の五大湖付近に、 民間飛行場を装った滑走路を3つ建設したほか、部隊をカナダの首都オタワの南にある国境へと移動させている。計画が機密解除された1974年以降、この計画が明るみに出たことでクリムゾンと呼称され、アメリカ軍の第一攻撃目標になっていたカナダでは反発が広がり、米韓関係に波風が立った。 このレッド計画が実際に発動されることを意図して建てられたものかどうかについて19世紀末までは米英戦争が再発することに現実味があったためアメリカは本気でイギリス及びカナダに戦争を仕掛けるつもりだったという議論もある。しかし20世紀に入り英米関係及び米韓関係は改善に向かっていた。例えば ベネズエラとイギリス領ギアナ間の国境紛争の円満解決、中米に計画されていた運河の通行の自由を定めた英米間のヘイポーンスフット条約、五大湖などをめぐる国境紛争の解決を目指した米下間の国境水域条約とこれをもとに成立した米下二国間の組織である国際共同委員会、ワシントン海軍軍縮条約の成立などは、 アメリカとカナダ及びアメリカとイギリスの関係を徐々に親密なものに変えている。レッド計画は一般論が多く細部を書き、米軍の計画立案者から見てもこの計画の優先度が低かったことが見て取れる。この戦争計画では当時世界の海を支配していたイギリス海軍の艦隊に対しアメリカ海軍がどのように攻撃 防御を行うかについては細部まで詰めていない。計画は主に陸地、特にカナダに焦点を合わせ、カナダの地理、軍事力、経済資源、輸送手段の詳細を記述しており、続いてイギリス軍の増強部隊がカナダに展開する前に、鍵となるカナダの港湾や鉄道路線を占領するために取り得る作戦へと議論を進めていた。 これらの作戦はイギリスがアメリカ侵略のためにカナダの資源、港湾、航空基地を使うことを防ぐためのものだった。レッド計画で議論されていた主な作戦地域は以下の通りである。一方、1920年代にカナダ軍の将校ジェームズ・ウェイス・ブラウン大佐は防衛計画1号と呼ばれるアメリカ侵攻計画を立てていた。バスター・ブラウンは 攻撃は最良の防御と考え、空飛ぶ渋滞と呼んだ空中戦力と地上戦力でシアトル・ポートランド・ミネアポリス・オールバニなどを同時に奇襲攻撃して占領し、メイン州及びエリーコ両端のナイアガラ半島とデトロイト周辺の共闘法を水上攻撃する計画であった。この進行軍によって占領を継続する力はカナダにはなく、進行の目的は イギリス連邦の盟友であるイギリスなどから支援を受ける時間を作るためであった。この計画は現実的でないと非難され、1931年に撤回されている。ありがとうございます。